ワカイアカム軍はアメリカ合衆国ワシントン州の南西宮に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は3978人である。チヌーク族インディアンの州長、ワカイアカムにちなんで名付けられた。ワシントン州の軍では総面積が最も小さく、また陸面積ではサンフアン軍とアイランド軍に次いで3番目に小さい。庁所在地は キャスラメットの町であり、軍内では最大かつ唯一の法人化自治体である。バカイアカム軍フェリーを運行しており、キャスラメットとコロンビア側を隔てるオレゴン州、クラトソップ軍ウェストポートとをつないでいる。バカイアカム軍は1854年4月25日に、カウリッツ軍から分離して設立された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は287平方マイルであり、この内陸地は264平方マイル、水域は22平方マイルで、水域率は7.83%である。若い赤む軍フェリーのリバイカは2000年の国勢調査による人口統計データである。2008年アメリカ合衆国大統領選挙で、バラク・オバマがジョン・マケインをわずか16票差で破って、 若いアカム群を制した。得票率では48.87%対48.17%だった。グレーズリバー、ロスバーグ及びディープリバーは、若いアカムという一つの地域社会とされることがある。ありがとうございます。